とうございます。私ここの会場を選ばさせられたんだと思いますけれども、一つはどうしてもこの後の上映、ホピの予言上映のをここのところは DVD でしてきましたけれども、宮田はやはりこれをフィルムで作ったんですね。で最近はフィルムで上映を全然しておりませんでした。で供養のためにぜひ一度は16ミリフィルムで上映をしたいと思いまして、ここには映写室があって古い映写機が2台あります。でそれでしばらくもう使われていない、じゃあこの映写機も使ってあげないとって思って、でも新たにまたこのスクリーンをもう苦労してしつらえて、で拡大レンズも必要だったんですが、もう古い方なんでもうないと言われていたのを2つ持っている、神戸映画資料館というところの方が2つ、持っていらして、それをちゃんとつけてくださったんです。でそういったことでこの会場を選んだのはありますし、それとこのバックのお山がマヤさんなんですね。でマヤさんはブッダのお母さんのマヤ夫人のマヤが取られているというふうに聞いています。観音霊場ですけれども、インディアンがあったり観音霊場があったりのややこしいですが、それでもやっぱり私は母なるお山だなと、母なる慈愛のお山だなというふうに感じてます。でそういったふもとでね、本当にその戦うのでもなく、その切り捨てるのでもなく、やはりその受け入れて、その慈愛を持って行くというね、愛を持って、それも慈愛ですね。そういったことはすごく私たちはできればいいなという思いがあります。それでいつもお山に見守られて、お山やそのサンガがさえあれば本当に命っていうものは営みをずっと続けるわけですよね。国破れて三がありという言葉、中国から来た、ね、言葉もありますけれども、国が破れようが体制がどうなろうが、三がさえ残れば命はこうずっと営みは続くんだっていう、そういうことを教えてくれたのがこの私にとってはマヤさんだったんですね。そんな思いもあって、ここが一番ベストのところを与えられたと思っています。で、あとそれからナオカミックも、それから堀の島もカンタティモールもご覧のように若い30代 の、 女性監督さん、ナオカミックもカナダのマリー・ミッシェルという30代の若い監督です。やはりこの女性の視点からこの撮られた映画であるっていうことも、私はこれだって思ってから、あ、みんな女の人やん30代のって思ったんですけどね、それもとても理由の一つにあるんですね。でやっぱり次の若い世代の人たちにちゃんと命をつないでいくような未来へ続く道を、私たちがこれ今からどう歩み出すかっていうことで、やはり若い方たちに来ていただきたかったですし、それとインディアンの思想の中に女性の心が大地に寄り添っていれば大丈夫だというふうに言うんですよ。でこう浮かび上がって、地面から浮かび上がっていきやすい男たちを女性が大地に引き戻す、それがね、女性と男性が今その協力し合ってね、女たちが登ってこう大地から浮き上がっていきやすい男たちを引き伸ば大地にもっと戻してこないといけないって、この間デニス・バンクスが言いましたけれども、本当に最も尊敬されるべきは女性だと、全てのものはその女性から生まれたんだと、だからね、私やっぱりね、そういった意味でこのお二人大地にやはりその心がちゃんとこの沿っていらっしゃる方だと私は思っています。で女性としてもこれからやはりその
私たちの女性のね底力っていうものをこれから本当に必要な時代ではないかと、そういうふうな思いもありました。ですからいろんな思いが重なって、あのあやさんに、あの夏子さんにぜひ映画とともに来ていただきたい、でお話を皆さんで分かち合いたいというふうに思った次第です。はい、あの時間ですね、あ2秒ですね、あ そうしましたら、あやさんにごめんなさい、私ちょっとボケてまして、あやさんに次の新作のことを少しお話しいただきまして、はい、それと夏子さんにも来年の5月からいよいよ本番の上映が始まります。今年の5月ですね。あ、ごめんなさい、はい、そのことをちょっと最後一言、はい、2秒で、2秒で、じゃあちょっと新作の前にすいません、はい、一言だけ、今ティモールの方のメッセージというふうに伝えてくださったんですけれど、私は映像って自分でこの作品を作ってつくづく思うのは、映画っていうのはなんかこう目に見える現象を目に見えるものを、まあ、可視化して映像化する作業なわけなんですけれども、でも映像はその目に見えるものを通して、その目に見えないものをどうそこに映し出せるか、映像ってそういうものなんだなって本当に今強く思ってるんですね。で私は岩井島に通うようになって、島の先人たち、もうすでに亡くなってる方たちと、亡くなってる人とも本当に出会えるんだなっていうことを実感として思ったんです。でその人が語っていること、おじいさんとか旦那さんとか、その人の話をしている時に、あ出会えた、今いるんだってなんか思えて、でそういう人たちとこう交流することができるんだっていう感覚を持ったんですね。で私はカンタティモールを見た時に、きっと夏子さんは今いるティモールの人たちとの関係性をすごく大切にされてきたと思うんだけども、やっぱりその背後にある無数の亡くなった方たちとつながったからこういう映画ができたんだろうなと思って、本当にこの作品はすごい作品だなと思って、ぜひたくさんの人に見ていただきたいなと思って、私本当になんか今日よく泣いてすみません、なんか泣くなってよく言われるんですけどすみません。で次の作品を作ることを決めまして、最初福島の方に通いたいと思って通い始めたりしたんですけれど、そこの方はなかなかそんなすぐに形になるもんではないなっていうことに気がついて、5年10年かけて通っていかなきゃいけないことだなというふうに思っているんですけれど、それとは別で岩井島に通い始めていた時から作りたいなと思ってたことがあって、それは土地区上の話なんですね。で大阪の貝塚の私立土地区上というのが3月で閉鎖になるんですけれども、そこはですね今機械化全くされてなくて、ご家族夫婦2組で全部手作業で牛を解体していくっていうことをされてるんです。で自分の家の牛舎から牛を引っ張ってって土地区上で牛を潰して自分の肉屋で肉を売ってっていうことをしていて、私はその人たちの暮らしとか土地区っていうものはものすごくタブー視されて差別もされてきたけれども、なんかそこには本当に職人としての誇りを持ちながら一生懸命生きているご家族がいて、そのことをちょっと、映画にしたいなということで来月から撮影を始めようと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、楽しみです。はい、本橋さんの写真を映像化を考えて、はい、すごいあれが素晴らしかったんで、すごいですね、楽しみです。ありがとうございます。カンタティモールは来年じゃなくて今年の5月に、東ティモールの独立の10周年なんですね。でそれを5月20日が記念日ですけれども、それを機にリリースといっても自主上映で本当に小さな上映会でも
回っていきたいと思っていますので、ぜひあの地域のコミュニティで開催していただけたら嬉しいんですね。なのであのカンタティモールで検索すると連絡先出てきますので、ぜひぜひ、企画してください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。最後にティモールから来てくれましたゼキト・オリベイラさんにもう一度あの来てくれてありがとう。あのランド&ライフは今まであの宮田が倒れてから、98年からあのまた神戸に戻ってきまして、あの活動してきました。で、あの去年宮田が亡くなり、それから 3.11 が起こり、それであの、決めたのはあのランド&ライフという看板を掲げるだけではなく、ランド&ライフな暮らしに移りたい、そう思いまして、あの宮田が縁をつけたあの縄文の土地、群馬の方なんですけれども、そこからあの出た縄文の石があります。そこにも絵が刻まれているんですが、やはりあの浄化の日のストーリーが描かれていると、あの何人かの研究者、研究というかそういうことを研究してる方、ホピの方がそうおっしゃってる石が出たところがあるんですが、の縄文の、気風といいますか、土地の持っているあのスピリットといいますか、まだまだ色濃く残っているようなところに去年の夏から行き始めています。それで火と水、まあ、よくそれを神というふうに言ったりしますけれども、火と水を自分たちの手元に取り戻すというところから、あの私はあのそういう位置、あのそういうところからあの初めてあのランド&ライフをまたあの展開させていきたいなというふうに思っています。あ、それではあのどうも、もっと時間が、ね、あったらもっとあやさん泣いたかもしれないんですけれど本当に泣いて、もう今かなり、ね、むせび泣くのこらえてました。でもっと私の話でもっと私はボケを露呈していたかと思うんですが、そうですね、はい、そうですね、まあ、いや本当にあのこんなにあの夢のような、はい、組み合わせでお話しさせていただきまして、皆さんあのご一緒にこの場にいてくださいまして、あのシェアしてくださいまして、本当にありがとうございました。